武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は佐賀大学の英語の勉強について話していきたいと思います。英語ですが、時間100分で大問が4題出題されております。こちらが結構年度ごとに、傾向が変わっておりますが、ただ全体的に言えるのは記述が多く、特にその日本語で書く、記述が割と多めで、2016年からは自由英作文、15年も出てたんですが、15年が、15字程度が4題出てるのに対して16年が100語、という形で出ており、かなり書く量が多くなっているという形ですね。で、大問4つのうち大問2つが、2016年ですね。2016年は読解が2つ、会話文が1つ。そして、15年は読解3つという形になっておりました。で、そのうち、2016年は、内容説明が2題、要約が1題。そして2015年は和訳が2題、要約が1題という形で、より全体的に記述量が増える傾向に、年度が、新しくなることになっていっているという形ですね。で、要約に関してはこちらが300字の要約という形 で、それに対して英文はそんなに長くないので、結構あの文章に対しての書く量が、多いので、全訳とまではいかないまでも割とあの大半の内容を、記述するような形に、なってきます。で、内容説明に関してはこちらは読めていれば割といける程度のもので、ただ日本語で説明する力をつけておくということを考えると、長文のレベルに関してはセンターの英語を乗り切っている前提で考えると、国公立標準問題集キャンパスなどで記述の練習はしておいた方がいいでしょう。また和訳が年度によっては出ていることを考えると、英文和訳演習の基礎編、こちらはやっておいた方がいいです。で、要約練習に関しては、こちらは現代文読解力の開発講座などで、日本語でまとめる能力を鍛えた上で、余裕があれば、英語長文問題精選などをやるという、形にもできるんですが、ただこれは正直そっちの文章の方が過去問よりも難易度高いので、もうこちらで実際の過去問と、キャンパスで練習していく形がいいかとは思います。で、英作文、重英作文に関してですね、こちらに関しても和文英訳、英作文ハイパートレーニングと重英作文のハイパートレーニング、どちらもやっておけば、十分対応できるかなという形の、難易度にはなっています。ね、いずれにしても記述力さえ高めておけば十分対応できるかとは思いますので、センターの英語まで乗り切った後は早く日本語と英語どちらでも記述できる練習を優先的にやるように心がけてください。以上が英語の勉強となります。